Panda. Panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the... おはよう。おはよう。おはよう。どうしたの？ミユ元気ないよ。あずさがあそこまで手強いなんて。あずさを起こすのは一仕事だからな。ひどいよ。お姉さんに向かって。少し早いだけの幼馴染だろ。ほら、学校遅刻しちゃうよ。行こう。そうだな。サコヒラのことも調べないと。そう。ふざけないで。それで世界。傷、まさかお前も。立場利用して果実独り占めか。そんなことさせねえ。同じそこの者としてな。大丈夫か、いつきさん。ええ、大榊君こそどうしてここが。この本の力みたいだ。いつきさんを探そうと考えたら、どこにいるかが見えて。君の神社の書庫にあった。じゃあ私があいつに。ありがとう、助けてくれて。ないみたい。先生なら本のことも知ってたし、この町の伝承にも詳しいと思ったけど。ごめんね、こんな状況に巻き込んでしまって。違うよ。この本にあることが俺たちに関わる以上当事者だ。いつきさんのせいじゃない。あの本の通りに、夏に降る雪の前なら世界の破滅を止められる。そこの者が三つの果実を虜にする。ミユ、アズサ、ユリナ。お兄ちゃん、どうした？そのつかぬことをお聞きしますが、アズサとは付き合ってるの？え？あいつとは幼馴染でずっと一緒だったけど、そういうのはない。そうなんだ。そうじゃないんだ。その、困らせちゃうけど、私をあなたのものにしてほしい、です。わかってる。世界の破滅を進めちゃうね。それでも、このままだと好きでもない人に全て奪われちゃう。だったら、大榊君が好き。全て吹っ飛んじゃうくらい、好きなの。初めてを、思いだけでもあなたと添いたいって。俺も、いつきさんのことが好きだ。初めて会った時から、いつきさんのこと。大榊君のものにしてください。それがあれば、どんなことでも耐えられる。ちょっと、いろいろされたけど、キスは初めてだよ。嬉しい。それ、気を許した人にしかしない口癖。私も少しは。綺麗だよ、ミユ。パンダ。パンダ。パンダ、パンダ、パンダ、パンダ。I got broads in Atlanta. She's a Dolina family. Credit cards and the scammers.